おはようございます。渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年7月13日です。はい、なんかね、雨の日が続きそうですけれども、ちょっとね、やっぱりあんまり暑い日ばっかり続いてもね、なかなかほっとできませんので、私はこういう気候もあった方がね、ほっとするんですけども。ということで、今日もカルダノの記事をお届けしていきたいと思います。こちらの、内容としてはね、もちろんいい記事ではあります。ただ、この記事でも言ってるんですけども、今ね、やっぱり暗号通貨の冬の時代なのかなと。あんまりね、夏なのにこんなね、寒くなるようなこと言いたくないんですけども、やっぱりもしこのね、冬の時代が続いたとしても、どういう心構えでいれば、成長し続けることができるのかっていうことをね、私はこの記事を読みつつね、ちょっとね、マインド的なものもね、感じ取ってしまいましたので、それも一緒にお届けしていきたいと思います。Cardano can now be accepted as payment at over 7 million businesses, bringing ADA to the masses ということで、こちらの記事は7月12日、昨日付の記事になっています。はい。で、この記事はそんなに長くないですのでね、内容的にはいい記事ですので、お付き合いくださればと思います。それでは早速中身に入っていきましょう。カルダノが700万社以上の企業で決済可能に、ADA を大衆に届けるということで、いよいよね、700万社以上の企業で決済可能って、これはすごいことですね。いよいよもう、大量にこの ADA がね、世界のお役に立てる時がこう来つつあるのだなということを実感していただけると思います。カルダノは拡大しつつあり、このエコシステムの最近の発展がその事実を物語っている。オープンソースの ERP、CRM ソフトウェアであり、700万社以上の企業のユーザーベースを備えた ODOO、これ ODOO って呼んでいいんでしょうかね。オンディマンドオープンプロジェクトが新たに ADAPay プラグインを迎え入れた。これによって ODOO スイートを利用するあらゆる企業が ADA など支払いを受け入れることができるようになる。もうこの業界はどうしてもね、横文字、アルファベットであるとか、カタカナであるとかね、そういう、そういう用語を使うことが多くなりますけども、この ODOO スイートというこのスイートは、甘い方のスイートではありません。一続きのとか一組のとか、そういう意味があるんですけども、おそらく ODOO で出しているそのプロダクトを、ひとまとめにしたもの、一組にしたもの、その意識を利用している、あらゆる企業が ADA で支払いを受け入れることができるようになるということですね。はい。で、ADA Pay Gateway により、企業は ADA での決済を受け入れることが可能に。ADA Pay プラグインは AI と SSII 愛好家であるアルゼンチンのロドルフォ・ミランダ氏が分散型決済に最適化されたエンタープライズ級のブロックチェーンプラットフォームであるコーチと提携し、カルダノのプロジェクトカタリスト構想で票を勝ち取ったものの一人として開発したものである。ADA Pay Gateway ソリューションはソフトウェアベースの決済ゲートウェイで企業のプラットフォームに統合すると、企業が顧客から ADA での決済を即座に受け入れることができるようになる。カルダノとカタリストは、カルダノのエコシステムをさらに発展させることを目指したイノベーションを奨励する手段として、プロジェクトカタリスト構想を立ち上げた。このプロジェクトには10億ドルの資金が配分された。ということで、このプロジェクトカタリストっていうのは投票制度、カルダノエコシステムの中の投票制度なんですね。で、そこに、カルダノコミュニティの方、開発者の方が、それぞれにね、プロジェクト、こんなプロジェクトを立ち上げたいんだということで提案書を出しまして、その提案書に対していいと思ったもの、あるいはこう悪いと思ったものにもですね、票が入るように、私たちエーダーホルダーがそのステーク量に応じてね、投票権っていうか、その権力がね、どうしてもそこはステーク、プルーフ・オブ・ステークですね。ステーク量によって変わってくるんですけれども、その、ステークを持っているステークホルダーの私たちが投票することによって、票を勝ち取った方たちが資金提供を受けることができるという、そういうシステムになっています。で、その一環として、コーティは3月に e コマースプラットフォームに統合できる ADA プラグインの開発を求めるイノベーションチャレンジへの参加を希望する開発チームを募集した。16件の応募の中から5つのチームが選ばれ、資金提供を受けた。ロドチームは、これはロドルフォ・ミランダ氏のロドを取ったんでしょうかね。ロドチームは2番目に結果を出したチームである。ちょっと関係なかったらすみませんね。このコーティが、ADA プラグインの開発を求めるイノベーションチャレンジへの参加を希望する開発チームを募集した、その、開発チームの中の、一つということでいいと思います。で、2番目に結果を出したチームである。このプロジェクトについて、ミランダ氏は、このプロジェクトの実現はこれ以上はありえないほど合理的です。ADAPay API はさらに
ごめんなさい。まさに開発プロセスを簡素化してくれるものです。それが十分に立証されているだけでなく、コーチチームは私たちの質問や懸念事項のいずれにも迅速に対応してくれました。と、プログラムの実現に向けてチームを支援してくれたコーチに感謝の気持ちを表しているということですね。で、はい、次に行きましょう。暗号通貨の冬の時代をよそに、カルダノの拡張計画は持続している。5月のある日、カール・ヘンリー・グローバルチームは、ワードプレス、ジョームラ、ウーコマースをはじめとする8つの e コマースプラットフォームに統合された ADA プラグインの開発に成功した。ということでね、こちらもね、カール・ヘンリー・グローバルチームというのがあって、その方が、この方は最近ツイート、2011年7月か。まだね、フォロワーの数は少ないんですけどね、かなりこう派手なね、ツイートを上げていまして、その中に、はい、このようにね、はい、ADA に、こう、しっかりとね、関わっている、開発に関わっているということをね、示すツイートがありますね。うん。まあ、こんな感じで、はい。ちょっとまだね、ツイートがそんなに上がってない感じですけども、はい。まあ、こういうADAに関してね、派手なツイートをね、上げてくださっていますね。はい。で、次に行きましょう。はい。で、この方がですね、ワードプレス、ジョームラ、ウーコマースをはじめとする8つの e コマースプラットフォームに統合された ADA ペイプラグインの開発に成功したということでね、はい、成功したということです。この取り組みは、カルダノが拡大するために、取っている施策の一つであり、業界内の多くの法人がつまずいたり開発を進めるのを中断したりしてきた暗号通貨の冬の時代にあっても、このエコシステムは前進し続けているようだ。さらに今月メインネットでのローンチを予定しているカルダノのバシルハードフォークは最近ついに無事テストネットを通過した。このハードフォークではカルダノブロックチェーンのパフォーマンスと全体的なスケーラビリティの向上を目指している。イーサリアムのザ・マージと同じく、暗号通貨コミュニティはワシルアップグレードに期待を寄せているというところで記事は終わっています。で、今回ね、本当にそうだなと思ったのは、こちらですね。この取り組みはカルダノが拡大するために取っている施策の一つであり、で、業界内の多くの法人が、まあ、この冬の時代にあってですね、つまずいたり、開発を進めるのを中断したりしてきた暗号通貨の冬の時代にあっても、このエコシステム、つまりカルダノエコシステムは前進し続けているようだというふうにね、報道してくださっているところなんですよね。本当にやっぱり資金が底をついたりとかですね、あとはまあ、地合いが悪い、いわゆる地合いが悪いとつまずいてしまう、プロジェクトっていうのは多いんですけど、そこはね、もう仕方ないというか、うなずけるところではあるんですけども、その前のね、冬の時代もカルダノはそうだったんですけども、どんな、もう周りが何を言おうとね、どんな、もう相場がいてついていようと関係なく、カルダノは自分たちのやるべきことをですね、もう、着実に進めてきたチームなんですよね。で、それが、やっぱり実を結んだのが、昨年ね、もう、アップグレードが進めば進むほど、カルダノの価格が上がっていってですね、まあ、地合いの良さももちろん、全体に地合いが良かったこともありましたけれども、その地合いの良い時に、いかにこれまでね、積み上げてきたものが、この、まあ、力を発揮することができるかというところにかかってくることを思うとですね、その前の冬の時代と同じくですね、今回冬の時代にあったとしても、カルダノは、まあ、このようにこの記事でも言われていますけれども、このエコシステムは前進を続けている、拡大し続けているということをね、伝える記事になっているんですよね。もう本当にあたかも、ウサギとカメですよね。もうウサギが寝ている間にですね、カメは、着実に、まあ、歩みは遅いですけれども、歩き続けて、そして、結局、先にゴールを勝ち取ることができたという、まあ、そのような物語がありますけれども、よく、カルダノはその亀に例えられているんですよね。もうまさに、それを表しているね、記事だなというふうに思いますね。今回は、まあ、カルダノが700万社以上の企業で決済可能になりましたよということをお伝えする記事なんですけども、本当にこれは氷山の一角であって、カルダノがこれまでね、積み上げてきたものがね、もう一つ、二つと花を開き始めて、まあ、そのうちね、もう1000を超えるプロジェクトが今ありますので、それがもう一斉に咲き始めたら一体どんなことになるんだろうかということをね、思わせてくれる。最近の状況なんですけれども、まあ、その一環としてですね、今回、今月末にバシルハードフォークを、迎える予定になっていますので、
メインネットでのね、ローンチを予定しているバシルハードフォーク。で、こちらの方もね、待たれるばかりでございます。ということで、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。